はいどうもお茶です。じゃあ今日もね芯使っていこうと思います。やってくれるかな。今結構深夜なんですけど、あれだね、あんまり人いないね。ってことでカットするかも。あ、見つかったかも。あ、できましたできました。ということでプレマから黄色のね22段ね、もう黄色ばっかなんですよ。でソルですね。俺この方やったことあるな。確か負け越しましたね、この方には。負け越したというか、一回も勝てなかったと思う。いや、5回ぐらいやって一回勝ったんだっけな。まあ、そんな感じですね。とにかくこれは絶対上です。格上です。こういう人には脳死ピークとかできないですからね。あ、やべ。直がミスです。うん、やっぱね、見てから来るんですよ、こういう人間。ピークの予備動作見てから来るから、ラッキー。で、なんだろうな、ブッパやっぱしてこないよな、こんぐらいが。あー、これね。立ったって。これでダメージ取られるのはさすがにくだらない。ないですよね、ブッキラーと思ってジャンプしたんですけどね、遅かったっす。まあ、でも読みは当たってた。そこは自信を持っている。コマテクっすね、だからコマテク。そこだけ。開幕、前パンかな。よし、差し返し。で、そろそろね。お、これラッキーなやつ。これもう端まで運んじゃいましょうか。で、OK、読みどう。あ、ミスった。マジで ?OK! 危ね、繋がってね。このとっさのアドリブは何とか。これ今の褒めるべき点。で、おそらく前パンやってこない。OK! 円安ですね。こっちが様子見の、様子見読みのおそらく前パンじゃなくて円安。うん。読んでいる。もう、これに引っかかりすぎてんだよ。これダメージ取られてる。ダメだね。どうする？ピーク触れないとなると、しっかりと通常技で立ち回るか。でも逆にピークばっか見てるんだったらエルクが刺さる。いやー、お前バックステップしたって。あ、やった。これうわ、ブッキラーじゃなくて散らしてきましたね。あー、キキャンでタイミングずらされた。うん、ディレイ受け身やるね。やる、やっぱ強いわ黄色。いやー、ちょっとなー、きついなこれ。ガンフレはね、エルクで負けるんですよね。どうしよう。うん、ダメだったかな、ここの昇竜。うまい。なんでニュール軽すぎてジャンプになってんのかな。おそらくピークを見てるはずなんで。よし、読み勝っていく。なんかパナス、離さない。もったいね。うめえな、ほんとここらへん。冗談抜きでうまいと思うわ。使わないよね、ですよね。オッケーオッケー。ここでもバーターしてくべきだったのかな。でもな、繋がんないときあんだよな。あ、バカ、脳死してた。うわ、うっそ、繋がんないのそれ。今の直がしようぜ。ここで初めてリバサ勝利を見せていく。やべ。で、ボールかで落として、OK。ボールか、了解です。ここは使わないで、いいっすね。殺しきられましょう、おとなしくここは。
殺しきれない。うまい。今の隠ってたんかな。コパンだったらいけてた。行く。大丈夫だったけど、こん中でやってる暇ないんだよな、正直。シンってちゃんと崩しに行かないとこのキャラ勝てないんで。うわマジかよ、こういうのあると本当に。もうこういうのあると本当に弱いんだよ、シン。ダメだ、負けた。F で張ってた、ふざけんなよ。いやーマジか、あそこ立ち合いつかんのかよ。はい、ということで今日はこんな感じの動画になりました。いや絶対勝てる試合だった、勝てる試合でしたね。惜しかった。はい、ということで動画を終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。